こんにちは、ライフナビゲーターの桑田和子です。今日はこちらの本を読んだ感想のライブをしていきたいと思います。今までいろんなおすすめの本を、ね、ご紹介してきたんですが、今回からはこちらですね、世界 2.0 メタバースの歩き方と作り方、佐藤克明さんの本です。佐藤さんはですね、以前お金 2.0 っていう本書かれてすごいヒットしていたんですが、今回はこの世界 2.0 ということで、ちょっとこの帯に書いてあるのを読ませていただくと、メタバース、Web3、NFT、AI、宇宙開発、新しい世界を私たちはどう生きるか、メタバース事業の最先端を行く起業家が全てを書き尽くした決定版ということです。Web3 とか NFT とかブロックチェーンとか、仮想通貨とかね、いろいろこうなんか最近耳に入ってきてらっしゃる方も多いかなと思うんですけれども、そもそもこう全体像はどうなっているのっていうこととか、ブロックチェーンもね、ちょっと一時期2017年18年ぐらいすごい流行って、その時にいろいろ勉強したり調べた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、その時はやっぱりこう暗号資産、仮想通貨、ビットコインみたいな感じですごく盛り上がっていたんですが、去年ぐらいから今度は NFT っていうのでね、そのブロックチェーン上にデジタルデータの何でしょうね、証明書みたいなのが書き込めるという、デジタルデータっていうのはいくらでもコピーが簡単なので、どれが本物なのかって証明しようがなかったりしたのを、その NFT というもので証明ができるようになったということで、イラストとかね、デジタルのイラストとかそういったものが、すごくこうオークションとかで取引されるようになったみたいなことで、いろいろ記事になったりして話題になっておりました。ただそういう、表面的なことだけではなくて、そもそもこの新しいテクノロジーが世界をどんなふうに変えていくのかっていうところがやっぱりすごい重要で、こういう未来になるって決まってはいないんですけれども、おおむねこういう方向性っていうことを知って、じゃあその技術を使って私たちはどんな世界を作っていきたいのかっていう、こう人間の意思ですよね、人間の意思をどう乗せていくのかっていうところを、皆さんが持っていただけたらというか、感じていただけたらいいかなっていうふうに思って今回ご紹介させていただきます。全く知らない、そういったこと NFT とか Web3 とかブロックチェーンとかメタバースとか聞いたことがないっていう人にもとても分かりやすく書かれているので、なおかつ、ちょっと知ってるよっていう方にも、とてもそれが本質的にどういうことなのかっていうのをね、そういう視点から書かれてるんですね。もう本当にこのね、佐藤さんって私天才だと思ってるんですけど、お金 2.0 を読んだ時にもう、こういうものの見方をするんだ、できるんだっていうのをとても感じたんですが、今回のこの世界 2.0 に関しても、そういうふうに視座を高く持ってですね、物事を見ていくと、こんな未来が想定できる、想定できるというか可能性がいろいろあるよねっていうことが、分かるヒントになっていると思います。で、今日はこの本の序章のところを読んだ感想をお話ししていきたいんですが、皆さんもぜひ買って読んでみてください。はい、そもそもですね、メタバースって何なのっていうところで、メタって超えたっていう意味ですね。で、ユニバースって世界を、超えたというような、作られた造語なんですけれども、皆さんの中ではこうどうですかね、メタバースって聞いてイメージできますかね。インターネット上に作られた仮想空間のことなんですね。今はこう 3D でどんどん作られているんですけれども、映画とかだったら一昔前に流行ったマトリックス、去年また最新が出ましたけれども、マトリックスとか、あとレディープレイヤー1とか、アバターがいて、本体の自分がいて、アバターがその仮想空間の中でいろいろ活躍をするというような、最近のアニメでしたら、竜とそばかすの姫っていうアニメがありましたよね。あれも、高校生、田舎の高校生の女の子がアバターとなって、その中で歌姫となっていろんな活躍をしていって、また現実世界でもそこがクロスしていくっていうような話だったんですが、そういったものですね。あとはオンラインゲームで最近すごい流行っているフォートナイトとか、ちょうどね、引きこもりっていうか、
ステイホームの時期に爆発的に世界でヒットした集まれ動物の森とか、まあ、今もね小学生とか大人の人もずっと続けている人もいらっしゃいますが、そういったものですね、あれもこう仮想空間があってですね、その中でアバターの自分がいろんな風に活躍をしていく。で昔は何でしょうね、こうゲームの中で、通信とつながっていないから、この中で自分とゲーム内の登場人物が戦ったりコミュニケーションするっていう感じだったんですが、今はインターネットでつながって、他の場所にいる友達だったり世界の他の国の人とかがゲーム内に参加して一緒にコミュニケーションを取りながら活動というのか戦ったりとか、いろんなことをコミュニケーションを取って何かを作ったり売り買いしたりとかゲーム内でねするっていうようになっています。で、まあ、ですからも結構こう一般的にはなってるんですが、昨年の秋ですね、 Facebook GAFA とか GAFAM の一つと言われている Facebook ってアメリカの大企業ですね、その Facebook が名前を会社の名前をメタに変更した。でメタバスのメタですよね、に変更して、まあ、非常に巨額の投資を、まあ、してですね、もう本当にこっちに振り切っていくぞってい こう覚悟を見せたんですよね。企業の本気が、まあ、Facebook 社だけではなくて他のところでも少しやっぱりその分野に関してとても投資を、なんか大企業が投資をするみたいな風になってきているんですね。でこの序章の中でね、なんかすごい面白いなと思ったのが、テクノロジーの進化というところで、まあ、あらゆるテクノロジーの本質的な特徴を3つ挙げてあるんですね、まあ、ぜひ読んでいただきたいんですが、人間を拡張する、例えばこの体だけではできないことを、まあ、斧とかね弓とか槍とかそういうものを作って機能を拡張していったりとか、あと動力革命で蒸気機関車とかね、電力を使って何かができる、移動ができるようになる、この足だけでは行ける距離って限られているのが、そういう車ができたりとかすることによってどんどん遠いところに行けるっていうふうになりましたよね。でコンピューターは知能ですよね、知能の革命が起きていて、これがもうどんどんこう手元からどんどん離れていって、今度宇宙とかね、そういった方に進んでいくっていうことなんですね。でもう一つ面白いなと思ったのが、テクノロジーが浸透する順序というのがあって、まず、まあ、新しいものが入ってきました、例えばスマホが iPhone が入ってきました、日本でも発売されましたっていう時に、気軽に取り入れることができるのは消費者個人ですよね。まあすごい高いお金がかけて買ったけど全然使えなかったみたいなことになっても、まあ、被害が、ね、知れてるじゃないですか。これが大企業とか行政とか政府になってくると、なかなかね、意思決定までのプロセスが多かったり導入に時間がかかったりするんですよね。ですからテクノロジー、新しいテクノロジーをいち早く取り入れられるのは個人で、まあ、企業、中小企業、大企業っていうような、まあ、そこはまあね、社長とかそういう意思決定者のマインドとかもすごい違いがあると思うんですけれども、どうしても行政とかそこに行くまでには時間がかかってしまって10年ぐらい遅れるっていうことなんですね。で、まあ、本当にコロナの時に保健所が全部ファックスでやり取りしてるみたいなことを知ってですね、って思った人すごい多かったんじゃないかと思います。今時ファックスなんですかみたいな感じで、でもやっぱこう大きな、なんていうかな、大きな団体というかになればなるほど、まあ、診療所のね、古いおじいちゃん先生がやっているところとかですね、学校なんかもそうですよね、やっぱり全ての家庭に公平にっていうふうに思うと、いやもうそんなのこう LINE グループでいいじゃないかとかって思ってもなかなかそうはいかなくて、ちゃんとしたシステムを作らないといけないってなると、システムを作るのにお金がないとかね、なんかまあ大変なわけですよ。そういうふうにこうどんどん意思決定するまでにおなんか遅れが出てきてしまうっていうことなんですね。なので
なんでしょうね、まあ、そういう意思決定のプロセス、浸透する順序っていうのがありますということですね。あとは新しいことを思いついてもタイミングが早すぎても遅すぎてもダメっていうことで、やっぱりちょうどいいタイミングでこだしていかないと爆発的に広がるっていうことはなくて、まあ、天才はいつの時代もいるんですけれども、早すぎた天才は、その何でしょうね、その功績はその時代には認められなくて、後になってあの人があんなに100年も前に考えてたこと今現実になってるよみたいなことになるわけですね。でもまあ実装しよう、社会に実装しようと思ったら、やっぱりこのタイミングをしっかり見計らって、良いタイミングが来た時に、例えば企業だったらこう出していけるように準備をしておくっていうことがすごく大事だということですね。まあ、ブロックチェーン技術もね、まあ、すごいなんか夢のある技術だなと私最初に知った時に思ったんですけれども、やっぱりその何でしょうね、ビットコインとかそういうクリプト暗号資産とかね、そういうものだったり NFT もやっぱり最初はね、いかに儲かるかみたいな投機的な目的で使われることが多くて、使われるっていうかそれで注目を集められることが多くて、そうするととってもうさんくさいものに見えてしまうし、実際うさんくさいものとしてうさんくさい人たちもいっぱい集まっていたりとかするわけなんですけれども、なのでそれがまたガーッと盛り上がったけど、まあ、ビットコインとかもそうですね、ガーッと落ちてまた上がってきてまたガーッと落ちてっていう、まあ、こんな感じで、まあ、今もまたすごい安くなってますけど、こう繰り返すわけですよね。だから過剰な期待と幻滅をこう繰り返しながら、だんだんとこう社会実装化されていくっていうことで、あ、確かにそうだなっていうふうに思うんですよね。スマホが出た当初も、まあ、スマホっていうか携帯電話が、あのこう小さなものが昔はすごい置き方が小さくなった時も、やっぱりそんな携帯電話持ったらどこにいるかとかも突き止められるっていうか、もうすぐこう捕まっちゃうから持ちたくないっていう人も多かったし、スマホが流行り始めた頃も、いや私はもう絶対ガラケーがいいからスマホなんか使わないわって言ってた人も結構いたんですよね。最初の頃結構いたけど、気がついたらかなりの人がもうスマホを使っていてですね、もう本当になんか赤ちゃんというか小さい子供とかも、お母さんたちが例えばどっかでお茶している時にお店で静かにするようにって言って、昔だったら絵本持って行ったり塗り絵を持って行ったりとかミニカー持って行ったりとかしてたのが、今はスマホでなんか、アニメとか動画を見せて、その間お母さんたちおしゃべりしてるみたいなね。でも幼児でもこう自分の見たい動画を選んでいってアンパンマンかけるとかね、なんかそういう風になっています。で、まあ、だからそういうこう最初の盛り上がりでわーって期待するけどやっぱり広まらないとか、でもそういうなんかこう大きな波がだんだんこうさざ波になって、気がついたらあれ結構みんな使ってるよねっていうような状態になっていくのが、このなんか新しいテクノロジーが広まっていく時なのかなと思います。で、次にどんなテクノロジーが、じゃあ未来世界って10年後ぐらいの間だですね、5年から10年の間、次にはどんなテクノロジーが流行っていくのかって見たときに、ポイントとなるのは何かって、この佐藤さんが言っているのが、今の子どもたちが遊んでいるものっていうことなんですね。まあ、昔もそうですよね。昔だったらそんなテレビばっかり見てたらダメ、ね、あの頭悪くなるわよとか言って言われてたりとか、ゲームばっかりしてたらダメでしょうみたいに言われてたのが、やっぱりその産業ってどんどん広まっていったわけですよね。で、今は、まあ、子どもたちっていうのはもちろんいろんな遊び方してるとは思うんですが、私たちが子どもの頃やっていなかった遊びで今すごいやっているのっていうのは、まあ、ゲームとかですよね。で、ゲームの中でも先ほど言ったように、あのボイスチャット、でもチャットって文字でやるのもありますけど、ボイスチャットを使いながら、例えばフォートナイトをあのリアルには一緒にいないんだけど、いろんなところにいる仲間たちとボイスチャットを使って一緒にゲームをする、ゲームというかその仮想空間の中で一緒に戦って、協力し合って戦っていくっていうようなことを当たり前にやってるんですよね。で、
大人でももちろんゲーム好きの人とかはやってると思うんですが、そんなにこう一般のゲームしない人とかはやってないじゃないですか。ただこれが本当にこう一般になっていくっていうことなんですね。まあ、それが2025年から27年ぐらいを、まあ関西大阪万博とかを経てですね、そのあたりぐらいには結構実装されてくるのかなっていうような、うん、イメージを持っています。まあ、最近ねこうゴーグルをつけて 3D 空間に入っていくっていうのも、まあ、ちょっとずつ流行りだしてますが、あれももうちょっとこう軽いものになったり、もうちょっとお手軽なお値段になったりするとどんどん広がっていくんじゃないかなと思うんですよね。でもちろん仕事で一緒に会議をするのに 3D 空間でアバターを使ってやるとかっていう体験もあるとは思うんですが、まあ最初に広まるのは楽しいことだと思うんですよ。でゲームだったりとか、なんでしょうね、例えばアニメみたいなところに自分が入っていって何か参加するみたいなものだったりとか、そういったことかなというふうに思います。で、日本の強みはじゃあ何なんだっていう時にですね、日本ってこれから人口どんどん減っていきます。高齢化も進みます。で、 GDP が下がっていく。 GDP っていうのは、まあ、人口が多い国は高いんですよね。1人当たりは少なくても人口多かったら全体の GDP は高くなるということで、ということは生産性が変わらない今のままであれば、人口が減るということは GDP もどんどん落ちていくっていうのはもう分かりきったことなわけで、でも人口が減っても GDP を上げる方法っていうのはあるわけですね。いろいろ AI 技術とかいろんなものを使って、でその時にやっぱり勝ち筋を取っていかないといけないっていうところで、日本の勝ち筋って強いのは製造業とか、あと力を入れるべきなのは一次産業ですよね。農業だったり漁業とかそういったところなんですが、もうここが本当に規制が多くて、この規制を撤廃していかないと新規参入がとてもしにくいっていうふうになっています。で、まあ、輸出をして外貨を稼いでくるっていうことをすればいいわけなんですけれども、でその時に何がポイントとなるかっていうので、私が考えてたのとぴったり一緒だなと、この佐藤さんの本にも書いてあったんですが、やっぱりね、漫画、アニメ、ゲームですよ。日本の強みは漫画、アニメ、ゲーム、 もちろん製造業もありますけれども、で、任天堂とかね、ソニーも昔はウォークマンとか音楽機器の会社ってイメージでしたけど、今本当にゲームとかエンタメの会社ですよね。まあ、メインとしてイメージとしてあるのは、で、この任天堂とかソニーとかっていうそういうところ、まあ、そこだけじゃないですけど、資材を持ってるんですよね。版権っていうか、版権を持ってるから、例えば鬼滅の刃とかネットフリックスで放映されて、映画も世界中で大ヒットをしましたよね。もうアメリカ人の人とかね、私結構いろいろこのリアクションの動画を見るのが好きで、海外の方が鬼滅の刃を見た時のリアクションとかこういろいろ見たりとか、映画館から出てきた人へインタビューしてるのを見たりとかしていると、アニメっていうのは子供が見るもんだと思っていたっていう人結構多いんですよ、アメリカの人とか。でもやっぱりこう作り込みとかストーリーとかね、なんかそういうのがとっても面白いって言って、まあ鬼滅に限らず宮崎アニメもそうだし、いろいろありますよね。本当に質の高いアニメっていうのは日本たくさん作っているので、そういうのを見ることによって海外の方もアニメって子供のものではなくて、子供だけのものではなくて、大人が見てもこんなに楽しいし、こんなに盛り上がれるし、で、まあ、オタクっていう言葉は海外でももう普通にオタクで通じるそうなんですが、そういう人たちってやっぱりね、課金をするじゃないですか。特に日本の人たちっていうのは、この文化的にコンテンツにお金を払う文化があるんですよね。ですからこういうとこがすごく強みになってくるということで、もちろん可能性はいろいろあるし、まあ、アニメとかすごく強いとは言っていても、もう中国アニメの質がすごい上がってるんですよ最近。なのでね、やっぱりここはもう早めに
取っていく、お金に変えるっていうことを考えて、あとしっかりと版権を守るとか、コピーされないようにしていくとか、そういうことはしっかり考えてですね、勝ち抜いていってほしいなと切に願っております。はい、序章を読んだ私の感想はそんなところです。皆さんぜひ一緒に読んでいきましょう。それではまた。